この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、1週間で2つの世界が注目するスーパーファイトに酔いしれたボクシング界。25日に東京有明アリーナで行われた WBC、WBO 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ12回戦で、挑戦者の井上尚弥が2団体統一王者スティーブン・フルトンに8回 TKO 勝ちで4階級制覇を達成すると、日本時間の30日にアメリカ・ネバダ州ラスベガスで行われた世界ウェルター級4団体王座統一戦12回戦では、WBO スーパー王者のテレンス・クロフォードが3団体統一王者エロール・スペンス・ジュニアを区界 TKO で勝利し、世界初の2階級4団体統一を達成した。衝撃の TKO 勝利を飾った井上尚弥とクロフォードには祝福の声も一方で、どちらがパウンド・フォー・パウンドのナンバーワンなのかと議論を呼んでいる。そんな中、井上に敗れてから沈黙をしていたフルトンが、自身のツイッターで2人を祝福。再起に向けてもファンの声に反応し、意気込みを見せている。当代屈指の選手との激闘に敗れた、元王者の勇ましい振る舞いが話題となっている。今月25日に東京有明アリーナで行われた WBC&WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で、挑戦者の井上尚弥に敗れた2団体統一王者スティーブン・フルトンのそれだ。文字通りの完敗だった。終始主導権を握られたフルトンは、8回に右ストレートから強烈な左フックを被弾してダウン。一度はなんとか立ち上がったものの、一気加勢で仕掛ける井上の猛ラッシュを前に崩れ、レフェリーストップをかけられた。22戦目にして初の敗戦を喫したフルトン。今月27日には自身のツイッターで、俺はあの試合より良い選手だから自分自身に落胆している、としながらも、自分がもっと優れた選手だと知っているからだ。俺は立ち直って、戻ってくる、と再起を誓っていた。そんな29歳のカリスマ選手は、ウェルター級4団体王座統一戦で、3団体統一王者エロール・スペンス・ジュニアを破り、史上初の2階級での4団体統一を成し遂げたテレンス・クロフォードの快挙に反応。ボクシング界を熱狂させたライバルにメッセージを送った。井上とクロフォード、おめでとう。短くもライバルたちに対する敬意にあふれた言葉を送ったフルトン。これにファンから、俺は井上と再戦してほしいと思っている。違った結果になると分かっている、という反応を受けると、すかさず、それが俺の今後においての最大のゴールだ、と返信。日本が生んだモンスターとのリマッチに改めて意欲を示した。さらに別の投稿で、俺は言い訳はしない。何もせず、男らしく振る舞う、とも宣言したフルトン。ファンから、これぞ一流の言動だ。最も謙虚で粋な一人と称賛された男は、自身の望む再戦の機会を手にできるか。試合から翌日の投稿では、今回のことは悔しいけど、しょうがないこと。自分だけでなく、みんなをがっかりさせてしまった気がする。僕の背中を押してくれたフィラデルフィア氏に感謝し、僕は立ち直るよ、と投稿。さらに時間を置いて、リングに戻ってくるよ。本当に動揺しているけど、そんなことで落ち込むつもりはない。頭を高く、顎を上げて、家族の時間を過ごしてから、また仕事に戻る、と決意を示した。井上と実際に戦ってみて、素晴らしい選手だと思う、と称え、KO 負けをした点を振り返ると、試合中に当たったボディのジャブは自分の目に入ってきませんでした。パワーというよりもタイミングだったと思います、としていた。いずれにしても、ここからの再起の行方に注目が集まる。そんな日本が誇るモンスターの衝撃の4階級制覇に、試合が終わってから数日が経過したが、それでも海外メディアの称賛もやまない。世界で最も権威のあるボクシング専門誌、ザ・リングは両者の戦いを比較し、フルトンは、拳銃の戦いに豆鉄砲を持ってきたかのように見えた、などとパワー、スピードに明らかな違いがあったと伝えた。同氏は声明がなされた。直也、井上はスーパーバンタム級で最高。さて次は、との見出しで記事を掲載。井上の8回 TKO 勝利に終わった一戦を振り返っている。
序盤の戦いについては、第1ラウンドでは井上はフルトンの様子を見つつ、第2ラウンドでフルスロットルに入り最大限までギアを上げたと、2回に井上が猛攻を浴びせたことに注目。この急なシフトチェンジは、最高級のスポーツカーがいともたやすく競争相手を置き去りにするのを見ているかのようだった。これは30歳のモンスターからのミッションステートメントであり、フルトンはそのスポーツカーのヘッドライトに照らされてついていけないでいるウサギのように見えたと、その差を指摘した。井上がスーパーカー、フルトンがウサギのようであるとした記事では、井上のスピードとパワーが彼とフルトンを分けたと分析。フルトンはこの日本の卓越したボクサーを止めるための何かをヒットさせなければならなかったが、彼のパワー不足によりそれは起こりそうもなかった。より大きな男と見られていたフルトンは、拳銃の戦いに豆鉄砲を持ってきたかのように見えたと、明らかにフルトンがパワーで劣っていたことなどを伝えた。井上については、すでに日本史上最高のボクサーだと広く認識されており、今彼はさらなる経歴を確立しようとしている。マニーパッキャオと入れ替わり、史上最高のアジア人ボクサーの座につくことは難しいかもしれないが、彼は国際ボクシング殿堂に一発で選ばれるボクサーであり、史上最高の一人になる可能性も十分にありうると絶賛。その上でリングに上がったフルトンの様子を見て、クールボーイはその異名とは裏腹にかなりナーバスになっているのが読み取れた。記者会見でトレーナーが井上のバンテージの巻き方についていろいろと疑惑を作ってまくし立てたのも、公開練習を数分で切り上げたのも、緊張を隠すためだったのかもしれない。フルトンにとっても最低年俸がキャリア最高の額となり、 ESPN で全世界で生放送。しかも相手は階級を上げてきて初めての試合とはいえ、パウンド・フォー・パウンドのキングでもあったモンスター。本人もセコンド陣も気持ちに余裕がなかった。それはすべてゴングが鳴ってからのフルトンの動きは硬さに現れていたと、フルトンの一連の行動と試合での様子等について指摘をした。フルトンは機会があれば再戦をすることを望んでいるが、その機会を手にできるか、いずれにしても再起の行方に注目だ。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。試合終了後のすれ違いは、両者目一杯戦った中で脳内物質が出まくってたからと思うことにします。フルトン選手が試合に向けて仕上げている最中、井上選手側から試合延期の申し出があったり、わざわざ敵地まで来てくれたり、聞いてないかもしれないけど井上選手にクリーンヒットを浴びせたり、再戦する資格は十分あると思います。チャンピオンの誇りを持って来日してくれたことは感謝するしかない。本当にありがとう。今回の試合が終わってから記者会見でコメントを発表しましたが、しばらくはゆっくりしていたフルトン選手、凄まじい人生経験を重ねてきて、そこからボクシングを通じて這い上がってきた選手です。井上選手に敗北をしたことでベルトは失いましたが、とても技術力と向上心のある選手です。何かの機会にまた井上選手と戦うことはあるかもしれませんね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。